ヤコブポスです。そして高橋です。はい、ということでですね、はい、本日は我々兵庫県のとある場所に来ております。うん、はい、でですね、今日はですね、はい、三俣のね、群生地に来ているんですが、はい、今日は三俣の写真を撮っていこうと思います。はい、で三俣っていうのはですね、あの3月下旬から4月上旬頃にね、こう咲くお花なんですけど、はい、こうねポツポツポツってね、うん、白い綺麗なお花を咲かせるんですよ。はい、それがこう山のねこう中にこうすんごい咲き誇っててですね、はい、非常に美しい景色が見れるので、今日はね、こちらをね撮っていきたいと思います。はい、ということでじゃあ早速参りましょう。はい、レッツ撮影。はい、ということでですね、はい、今三俣のね咲いているところにやってまいりました。はい、僕からね最初撮っていきたいんですけど、うん、はい、もうマジでびっくりするぐらいの量の三俣がここに咲いてるんですよ。はい、本当にすごいですね。すごい圧倒的な、うん、もうすんごい量で、はい、とりあえずですね、僕最初は縦コースでこっちの方を向いて、うんうん、上にね、うん、こうまあ木があって、はい、で下三俣があるじゃないですか。うんうん、これを縦コースで撮っていくんですが、はい、うん、上の緑と青空まで入れます。おちょっと広角にですね、うんうんうん、28ミリぐらいの画角にして三つ股入れながら、うんうん、縦構図で、はい、撮っていきたいなと思います。はい、で、設定はですね、はい、昇竜戦王と、うん、で F 値は9まで絞って、うん、感度が800、うん、でそれでシャッタースピードがまあ50分の1ぐらいになるので、うんうん、それでねまずは撮ってみたいなと思います。はい、ということでいきます。はい、どう、まあ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 、はい、ということでですね、はい、はたまた移動して、別のところにやってまいりました。はい、でこれまたね、うん、すごいところ見つけちゃったんですよね。そうなんですよね。そう、こちらをですねご覧ください。はい、今ですね、こっちにね、うん、三つ股がずらーっとあって、ここもう手前ね、はい、手前にもこのこれくらいね、うん、三つ股がたくさんあるんですけど、はい、木々がポツポツとあって、うん、奥にですねこちら桜があるんですよ。はい、桜があるので、はい、今ねちょうどこのくらい、うんうん、このくらいから見た時に、うん、三俣の前ボケを入れながら、はい、木も入れながら奥の桜にピントを合わせてね、うんうん、こうめちゃめちゃいい感じに美しい写真が撮れそうなんで、はい、今からですね、ここを狙って撮っていきたいなと思います。はい、はい、ということでじゃあ撮っていきましょう。はい、ということでまずはたかしくんがね、はい、ここで横構図で、撮っていくようです。はい、はい、ではどう、うん、マジで綺麗ちゃう、ね、なんか光がちょうどなんかだんだんに当たってるとこと当たってないのこと、そうね、当たってるとこっていう三層構造、ほんと三層構造、うん、こうなんか明暗さが生まれて、うん、こうねいい感じに写真にリズムが写真になんか ね、リズム、そうリズム感が生まれるよね。うん、設定は？設定はですね、F2.8 のシャッタースピードは200分の1で ISO は100。なるほど。はい。はい、たかしくんがね今横で撮ってたんで、はい、僕は縦でね撮ってみたいと思います。はい、設定は僕も F2.8 で、うん、ISO 100のシャッタースピードは400分の1ですね。うん、はい。なかなかいい感じ、こうなんか木で額縁っぽくして、うんうん、でこうね光のリズム感と、うんうん、で奥の桜とっていう感じで、はい、なかなかいい感じですね。はい、じゃあまた次行きましょう。行くぞ。よー、はい、ということでですね、はい、続いては僕が、うんうん、20ミリの単焦点を使って、はい、撮っていきたいと思うんですが、はい、今ね、こちら、まあ、僕たちが来た道なんですけど、うん、こうずらーって三つ股が並んでるんですよ。はい、で今上をちょっとねご覧いただきたいんですけど、今太陽がね、そうですね、こう木にちょっと隠れたり出たりっていう感じで今あってですね、うんうん、このね20ミリの単焦点はですね、うん、あの光棒って言って、うん、シャーっていう感じでね、はい、光源落とした時にこう、うん、シャーみたいな感じになるんですよ。うんうん、だから F11 まで絞って感度は100で、シャッタースピード60分の1、うんうん、で工房を作りながら三つ股とこの道を入れてですね、はい、写真を撮ってみたいなと思います。はい、ということでじゃあはい撮りま
ます。これもね、あのうまく木々の間から太陽が出てるところを狙わないと、ぼうぼうにならないんで。そうですね。どう？まあ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 。はい、ということでですね、はい、写真結構ね、撮って出しは暗いんですけど、あのまあ弱光なんでね、あの後でシャドウを持ち上げて、ローテーションしていこうと思います。はい、ということで、フギー。フギー。行きましょう。行く。はい、ということでですね、たかしくんがまたなんかいい感じの構造を見据えたみたいなんでね、次はたかしくんが撮っていきます。はい、次なんですけど、このね、森があって、森の奥の方になんか一本なんか斜めになってて、かつなんか上がなんかない木があるんですよね。これがなんか折れてるのか分かんないんですけど。なるほど、これ今ちょっと分かりづらいんですけど、三つ股があって、この木があって、この奥にですね、斜めの木があるんですよね、なるほど、あれを狙っていくと。そうそう、これをですね、望遠で狙っていこうと思ってて。なるほど、太陽が当たってるから、そうそう、太陽もね、影の中でかなり目立ってますね、あれ。そうそう、一本だけなんか異様な存在感を放ってて。なるほど。でこれをですね、100-400 の望遠レンズを使ってですね、はい、なるほど、100-400の望遠ズームを使って。距離は、今回はそんな望遠じゃなくて、100mm から 135mm ぐらい。なるほど。撮ろうかなと思っててですね。はい。で、この手前の三つ股を前ボケで入れつつ、かつあそこのね、その言ってた1本の木の周りにですね、ちょうどなんか手前にね、2本木があるんですよ。これですね。そう、この2本の木を、額縁構図というか、なるほど、これでね、囲む感じで。なるほど。下に三つ股で、両サイドに太い木で、奥に主題の斜めの木と、なるほど、いう感じで撮っていきたいと思います。はい、設定は前ボケを完全にぼかしたいので F4.5 で、シャッタースピードは手ぶれしないように250分の1、で結構暗いのでね、 ISO は640まで上げております。はい、でははい、撮っていきます。はい、頑張ってー頑張っておりますすげえ大勢やな前ボケの位置的にちょっとな、ああ、見えないよね、なるほどなな, なかなかあれですね、いい感じの額縁構図で、なかなかかっこよかったですね。はい、いいな、よくあの木を見つけたな異様な存在感を放っててね、僕を呼んでたのあ、なるほど、呼ばれたわけですね。これは撮るしかないというグッドの写真でございました。はい、じゃあまた移動。移動。はい、ということでですね、じゃあたかしくんが最後、自慢の14ミリのレンズを使ってですね、三つ股を撮っていくようです。はい。どんな感じで撮るんでしょうか。はい。はい、ということでですね、実際の構図が、まあこんな感じなんですけど、ここにね、こうすごい大きなね、立派な木が手前にあるんですよ、これをですね、主題として中心に入れようと思っています。なるほど。ですごい近いので14ミリの超広角を使ってね、こう下から煽る感じでね、こうダイナミックに一番上まで入るように入れようと思ってて、でこの手前にはね、三つ股がいっぱい咲いてるんですよね、こう。でこれをですね、こう下3分の1ぐらいに入るように入れると、なんかすごい賑やかな感じで、こう全部下が三つ股の白でね、敷き詰められるんですよね。なのでこう下3分の1を三つ股で埋めて、で上にはこう青空がねあるので、青と白とね、で真ん中に木と、まあ、そういう感じで撮っていこうと思います。はい。で設定はですね、やはり三つ股をぼかしたいので、開放の F1.8、はい、まあ、これでもね、結構円形の木はね、ほぼ全域にピントが合います。シャッタースピードは1000分の1、で ISO は100、はい、はい、こんな感じでね撮っていこうと思います。はい、よいしょ。どんな感じ？なかなかいいと思う。結構いい感じですね。なんかダイナミックに、三つ股がなんかすごい広がってるように見えてね。まあ、実際広がってるんですよね、めっちゃ。なんかよりなんかこうね、綺麗にまとまってて、で木も入れながらで、いやいいっすね。まあ、いい感じに撮れたんで、そろそろ戻りましょうか。戻ります。戻りましょう。はい。はい、ということでですね、三つ股の撮影を終えました。いかがでしたでしょうか。いや、なんかもうね、森の中一面に咲いてて、
いや本当にね、映像でもね、あの、はい、ご覧の通り本当にね、ミツマタがもうこの森の中にね、もう群生している、まさに群生地と言わんばかりのね、あの美しい場所でございました。で本当にね、満開っていうのかな、でも本当にね、綺麗に、見られる時期にね、あの来れてですね、はい、本当にね、あの綺麗な写真も撮れて良かったんじゃないかなと思います、はい、でここは山の中でですね、あの特に桜とね、あの一緒に撮れたりだとか、もうなかなかね、タイミングがね、こう合わないとね、撮れない、そうですね、と思うので、はい、まあ、そういった写真も撮れてですね、あの非常に、いい撮影ができたんじゃないかなと思います、はい、ということで、まあ、ミツマタはね、多分、まあ、桜エリア長い期間咲いてるかなと思いますので、ぜひ皆さん、近くのね、あの群生地探してみてですね、あの行っていただけると非常に楽しい撮影ができるんじゃないかなと思います、はい、ということでですね、まあ、今日はそんな感じで、動画を終わろうと思います、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。少しでも良かったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、バイバーイ。